地方の優れたものを発掘し、全国そして世界へ発信しようという日本の宝物プロジェクトの奈良県大会が開かれました。このプロジェクトはまだ知られていない地方の原石を全国世界レベルのヒット商品に育てようというもので、全国各地で地方グランプリが開かれています。奈良県奥山と移住交流推進室が主催する奈良県の宝物グランプリでは、素材調理部門、ドリンクスイーツ部門、ものづくり体験部門の3つの部門で、多彩な業種の事業者らが自慢の一品を紹介、各方面で活躍する経営者など5人が審査員を務めました。各部門でグランプリと準グランプリに輝いたのはご覧の6品です。大会の上位入賞者は東京で行われるジャパングランプリに出場し、そこで勝ち抜いた品がシンガポールで行われるワールドグランプリに出場します。